金メダル須崎優衣楽南乗り越え特別な五輪舞台。金メダル須崎優衣、次も頑張りたいな。須崎優衣は強かった。これほど一方的な五輪優勝は今まで見たことがない。もともと女子レスリングは世界のレベルが高くない。上位に来るのはいつも似たような顔ぶれ。とはいえ、準決勝や決勝で勝つのは簡単ではない。それが、 テクニカルフォールとは、おつくろたくは接戦だった。最後まで手に汗握った。危ない場面もあったが、強かった。レスリング最終日に二つの鐘。女子が増えているとはいえ、計5個で64年東京五輪に並んだ。二人の22歳も、今後が楽しみだ、と思って、勝ち上がりを見ると、共に戦ったのは4試合だけ。今大会は出場選手数を、 各階級16人まで絞っているからだ。前回大会は、全階級20人前後だったが、大幅に削減。他の競技で種目を増やしながら総選手数を増やさないためにレスリングなどが削られた。19年世界選手権は、オツクロダクの65キロ級出場者が44人。女子は少ないとはいえ、50キロ級が29人いた。五輪の2、3倍の選手が、 世界一を争うことになる。単に勝ち抜くことだけを考えれば、五輪の方が、はるかに楽。88年ソウル大会までは、世界選手権並みの出場者で、52キロ級の佐藤、光は、金メダルまで8試合も戦ったけれど、今の五輪は変わった。選ばれし者の大会になった。レスリングに限らず、厳しい予選や多くの試合に臨まなくてはならない。世界ランクなどで、 出場枠を争う。今や勝つこと以上に出ることが大変。今後、さらに競技数や種目数を増やせば、さらに難しくなる。レスリングの女子や男子の軽量級は、日本のレベルが高く、国内の争いが激しくなる。一度は絶望的と思われ出す先は、諦めることなく、代表権を得た。オツクロタクは、リオデジャネイロ大会員の樋口はじむと争って、 東京大会出場を決めた。レスリングだけではない。多くの選手が国内外の厳しい争いの末に大会に出ている。今大会参加の1万余りの選手はみな厳しい予選やランク争いを経て出場している。さらに今回は通常とは違う1年の延期もあった。新型コロナで家族や友人を失った選手もいる。競技を続けることが悩んだ選手もいる。 心身ともに辛い思いをした選手は多い。それでも苦難を乗り越えて集まった。参加することに意義があった。今大会は対戦後に相手とハグしたり、笑顔を交わすシーンが目立つ。それぞれ苦しい思いをし、重いものを背負って出場しているのだろう。それを互いに知るからこそ、認め、リスペクトする。新型コロナ禍で一年延期となった特別な大会にたどり着いた選手たち。 今大会は特に、出場したすべての選手が勝者なのかもしれない。7日、東京五輪レスリング女子フリースタイル50キロ級決勝、幕張メッセ。初出場の須崎優衣、22、イコール総大イコールは2016年、リオデジャネーロゴリに48キロ級銅メダルの孫、アクスノキ、中国にテクニカルフォール勝ちし優勝。日本は、女子最軽量級で、 五輪三大会連続の金メダル獲得となった。レスリングでは今大会5個目の金メダル獲得で、一大会では1964年東京五輪に並ぶ最多体となった。須崎はメダルセレモニー後、笑顔でインタビューに応じた。今リモートで家族に金メダルの報告をしていたがどんな思いだったか。ここまでずっと私の可能性を信じて支えてくれた家族や友達。 仲間たちだったので、本当に、金メダルを見せてあげることができて幸せでした。表彰台でも何度も、金メダルを見ていましたが、実感は湧いてきましたか。なんか、夢みたいです。まだ実感は湧かないです。プレゼンターは、伊調カオルさんでした。何か声はかけられましたかはい。また次も、その次も頑張ってねと声をかけていただきました。 本当にまた次も頑張りたいなと強く思いました。開会式の騎士も務めて、競技は最後に登場して、金メダル。振り返ってどんな五輪だったか、開会式に参加して、閉会式の時も笑顔で出れるように頑張ろうと決めたので、明日の閉会式もこうやって、金メダルを獲得できて、笑顔で出れることが、本当に嬉しく思います。